全員の無事を祝して乾杯。パー、おやじおかわり。はいよ。酒の元となる水はな、そいつは樽いっぱいの水に入れて混ぜてようやく飲めるぐらいなんだぜ。そのまま食ってもうまいが、酒豪どころの話じゃねえな。まさかこんな風に酒が飲める日が来るなんてな。